白雲の章、精神の説、涙の訳。透き通った冬の空に精神が瞬く。星界の星はその姿を隠し、女神は遠く天上から地上の平穏を祈るという。ガルグマク大修道院では落成を記念する周年祭が今年も行われ、5年後の千年祭に向け人々の祈りは大きくなっていく。今節は舞踏会が予定されています。生徒たちも楽しみにしていることでしょう。しかし浮ついてばかりいられては困る。課題にはいつも通り取り組んでもらう。その課題だが、使われていない礼拝堂に何者かが侵入した痕跡がある。かつて大修道院を改修した際に仮の聖堂として使われていた建物です。そこで君の学級の今節の課題は礼拝堂の警戒及び侵入者の調査とする。聖教会を取り巻く情勢が不穏な昨今、些細な異常も見逃すわけにはいかないのだ。万一の場合に生徒の安全を確保できるよう騎士団の実力者にも支援を命じてあります。騎士団の実力者、ジェラルト・アイスナー、ただいま参上しました。せっかくの機会、たまにはゆっくりと親子で語らってはどうですか、ジェラルト。お気遣いいただき、どうも。ただし、ジェラルトさんには別の任務もある。それが片付いてから君の支援に回ってもらう予定だ。そういうわけでしばらく修道院から離れるが、戻ってきたらお前の仕事ぶりじっくり見させてもらうからな。はい、お集まりの紳士淑女の皆様、大変長らくお待たせしました。これより来たる舞踏会に先立ちまして、舞踊の学級対抗戦白鷺杯を開催いたしますぞ。判定人はこの私、不肖アロイス・ランゲルトとミッテル・フランク歌劇団の元歌姫マヌエラ・カザグランダ。よろしく。当然だけれど、私は自分の学級を贔屓したりしないからね。そして漆黒の闇に舞う華麗なる刺客、シャミア・ネーブラント。以上3名により厳正公平に判定いたします。それでは各学級の代表者は壇上へどうぞ。さあお三方、楽団の方々も準備はよろしいですかな。それではお願いします。お三方とも素晴らしい踊りでした。それでは早速判定に入りましょう。私はルーベンクロッセかしら。とっても感動的でドキドキしたわ。私はキルシュクラッセだ。あの身のこなし、非凡なものを感じた。なるほど。さらに私アロイスの判定も加味しまして、はい、決まりました。それでは発表しますぞ。今年の白鷺杯の優勝学級はルーベンクラッセに決定。あらあら、私嬉しいわね。
それでは最後に参加してくれた生徒たちに今一度盛大な拍手を。年に一度の舞踏会とあって、どの学級の者も皆すさまじい気合の入りようだな。殿下、他人事のようにおっしゃいますが、明日の舞踏会は全員参加とのことです。そうだったな、気が重い。こんなところでお前と意見が合うとはな。舞踏会で女と踊るよりも訓練場で剣を振っていた方がずっといい。え、殿下もフェリックスも冗談でしょ。学校中の女の子と踊り放題なんですよ。そんな最高の日に野郎同士で剣の稽古、正気の沙汰とは思えませんね。僕は舞踏会結構楽しみですよ。こんな機会めったにないですから。よし、よく言ったアッシュ。明日までに女の子の口説き方をみっちり仕込んでやる。いや、あの、僕はどちらかといえば踊りの方を教わりたいんですけど。踊りなら心配ご無用、私が教えてあげるよ。アッシュ、せっかくの舞踏会だもの、お化粧くらいはしなきゃよね、イングリッド。そうですね、努力だけはしましょう。よし、それじゃあ明日の朝はイングリッドの部屋で集合ね、メーチェ。いつかまた全員でこうして集まれたらいいんだがな。良い案ですね、殿下。でしたら5年後はいかがです？5年後？ああ、ガルグマクの千年祭の年か。その頃にはもう殿下のことは陛下とお呼びしなくてはならないのでしょうね。ああ、そっか、分かってはいたが、なんか遠い人になっちまうんですね。勘弁してくれ。立場が変わろうと俺は俺のままだ。俺だけじゃない、きっとその頃には皆それぞれ窮屈な身の上になっていると思う。だが千年祭はこれまでにない規模の祝祭だと聞いているし、ここを訪れるのにはちょうどいい口実になるのかもしれないな。それって同窓会ってやつですよね。楽しそう、私大賛成です。もちろんその時には先生にも来てほしい。先生あってのルーベンクラッセだからな。よかった、それじゃあ決まりだな。だが万一俺がここに来られない時にはまとめ役は先生に任せたい。そうよ、王様の仕事が大変なのはわかるけれど、諦めるのが早すぎるんじゃない？そうだな、すまない、約束する。俺も必ずここに戻ってこよう。じゃあ逃げ出してきたのか。ま、随
分ともみくちゃにされておったからな。人気者の先生はつらいの。次から次へと踊りたいという生徒が現れたではないか。まったく。ああ先生、どうしたんだこんなところで。やめておく。俺は子供の頃にエーデルガルトから踊り方を教わった。気まずいだろ。先生、以前彼女と俺が義理の師弟だという話をしたな。彼女の実母と俺の継母は同じ女性だが、子供の頃の俺はそれを知らなかった。母上は俺をまるで本当の息子のように大切にしてくださったが、いや、だからこそ彼女の存在を俺にほのめかすようなことはしなかった。俺たちは違う国で生まれ、違う国で互いの存在を知らずに育ったんだ。だが幼い頃の1年と少し、俺と彼女は友人だったことがある。ああ、俺たちは互いの身分も素性も知らないまま出会い親しくなった。彼女とアランデル公がまだ王国で暮らしていた頃の話だ。亡命してきたんだよ。帝国内でも揉め事が続いていた時期だったからな。父についてアランデル公の屋敷を訪れた時、俺は退屈そうにしている彼女と出会った。最初は気難しくてわがままなやつだと思ったが、すぐに打ち解けたよ。踊り方を教わったのもその頃だ。彼女の指導はなんというか厳しかった。ほら足が違うわ。そこで出すのは右足でしょ。エル、もう日が暮れるよ。俺そろそろ帰らなきゃいけないんだけど。彼女が国に帰るまでの1年は本当に楽しかった。なあ先生、今考えても情けない話なんだが、俺は彼女への選別に何を渡したと思う？よくわかったな。一応意味もあったんだぞ。昔からファーガスでは剣を未来を切り開くものと考える。彼女は不自由な生活を強いられていたから、望む未来を切り開けるようにと。まあそれもこれも昔の話だ。あの時の少年のことなど彼女はもう忘れただろう。もう遅いさ。何もかもあの頃とは違う。彼女も俺もな。それにしても肩が凝るな。こういう催しはやっぱりショーに合わない。だがそろそろ会場に戻らないとな。じゃあ先生、また後で。してどこへ逃げ出すつもりじゃ。修道院の中はどこも浮かれた生徒で。なるほど、女神の塔というわけじゃな。食事にありつく様も全て見られていたのですか。
しい。穴があったら入りたいです。いえ、あいにく王勢の相手はいません。ただの腹ごなしの散歩です。ここに来た時は先客がいるのではと不安でしたが、どうやら誰もいないようです。二人きりですね。あ、確かに傍目から見れば私たちは王勢をする男女に見える。先生は嫌ではありませんか？嫌ならば私はすぐに大広間へ戻りますが。そうですか。よかった。ならばもう少しここにいましょうか。今日は星空が綺麗に見えますから。いつかまたこうして先生と一緒に空を見上げられたらいいですね。みんな楽しそうじゃの。お主はもう踊らぬのか？そうか、つまらぬやつじゃ。わしに体があれば限界まで歌って踊るというのにな。おや、お主と同じく見守るだけでよいものがあそこにもおるの。うん、わしは退屈じゃ。あとを追わぬか。さっさと行け。お主もあの者の真意が気になると言うておったではないか。ん？かすかに歌が聞こえるような。あちらからじゃな。私が誰かに歌って聞かせていた。これは私が作った歌。いや、そのようなことあるはずが。仮にそうだとして、なぜあの者が知っておる。まさか。いかん、急に眠気が。なんじゃお主もか。とく寝床へ。団長どこです？団長を見なかったか？仕方ない、貴殿だけでも。戻ったぞ。悪い、前の任務が長引いてな。おお団長、大変です。礼拝堂のあたりに魔獣の群れが現れたと知らせが。そんなバカな話があるか。
城郭が破られたって報告は聞いてねえぞ。だから急ぎ確認に向かおうと。団長も行きますよね。当たり前だ。礼拝堂は俺とこいつが警戒と調査を命じられてた場所なんだよ。妙な話だが、その前に複数の生徒が礼拝堂の方に行くのを見た者がいるのだ。どうも様子がおかしかったらしいから正気ではなかったのかもしれん。で、それより数刻後、魔獣がゾロゾロ現れたという話なのだ。魔獣が外から侵入したはずはねえ。もしかすると、まあ今は考えるよりも行動だ。お前はすぐに学級のガキどもを招集しろ。ったく、お前に話があったんだが、落ち着く暇もねえな。まあ別に急ぐ話でもねえ。俺は先に行ってるぞ。確かに魔獣どもが嫌がる。出所は礼拝堂と見て間違いねえだろう。俺は礼拝堂に向かう。お前らは逃げ遅れた生徒たちを保護してやれ。助けてくれ。魔獣が、魔獣が、キャー、誰か来て。魔獣め、こっちに来るな。どうする？うん、行けます。焦らず戦おう。はい、出ます。頑張ります。負けられないんだ。てりゃ、喜んでる暇はない。やっぱり魔獣の正体は生徒だったか。しかし何だってこんなことが。どうさ、いけますよ。切り込むか。石みてえなもんが。ございました。逃げ遅れた友達も無事でしょうか。
聞かねえな。
だけの魔獣を相手にするとは、礼拝堂に行くのも簡単じゃねえな。ございました。礼拝堂には何の痕跡もねえか。だがルミール村の件と無関係とは思えねえ。おそらく奴らが。待ってください。ああ、まだ逃げ遅れた生徒が残ってたか。さっさと戻んな。はーい。うざいんだよね、おっさん。私の素敵な計画を邪魔してくれちゃってさ。さっさと戻んな。はい。果たしてもらわねばならぬ役目があるのでな。すまんな。これ以上一緒にいてやれそうにない。初めて見るお前の涙が俺への手向けとは、嬉しいやら悲しいやら、ありがとうな。ジェラルトの部屋か。お主まだ泣いておるのか。時を戻す力をもってしても救えなかったとあらば、もはや定めと諦めるほかあるまい。うん、あの邪悪なる者たちをこのまま野放しにしておくわけにはいかぬ。そうじゃ、ジェラルトが探せと言うておったのはその棚の裏ではないか。これはジェラルトの日記のようじゃ。顔に似合わずちまちました字を書きおる。ミオ、これはお主が生まれる前じゃろ。ずいぶんと前から書いておったのじゃな。そこを読んでみよう。1159年、綱弓の節。綱弓の節、二重の日、曇り。あいつの死がまだ現実のこととは思えない。子を産む際にあいつは命を落としたとレア様は言っていたが、本当にそうなのか。そして
あいつが自分の命と引き換えに産んだ赤子は産声さえ上げようとしない。角弓の節、25の日、雨。相変わらず赤子は泣きも笑いもしない。レア様は心配ないと言っているが、泣かない赤子なんて普通じゃないだろう。こっそり医者に見せると、脈は正常だが心音が聞こえないなどと抜かしやがった。飛竜の節、2の日、晴れ。赤子を連れてここを出ようと思う。だが赤子には教団の監視がついている。レア様が何を考えているのかわからない。あれだけ素晴らしい方だと思ったレア様が今では恐ろしい。飛竜の節、8の日、雨。昨日の火災を利用して赤子が死んだことにした。レア様は異様なまでに焦っている。だが後戻りはできない。俺がこいつを連れ。赤子とはお主のことか。とするとん、誰か来たようじゃ。ここにいたのか。レア様が先生を探しておられたぞ。そうだ、謁見の後食堂に行かないか。あれからろくに食べてないだろう先生。なんて、まだそんな気分になれるわけがないか。ジェラルド殿のこと、力になれなくてすまなかった。落ち着くまでここにいればいい。皆やレア様には適当に言っておく。ああ、俺たちはずっと先生を待っているから。俺はな先生、立ち止まらずにいられるものだけが強い人間だとは思わない。立ち止まって死者を悼むことができるのも人間の強さの一つだと俺はそう思う。だがな先生、どんなに悲しくても涙はいつか枯れてしまうし腹は減る。自分は何をするために生きているのか、その目的にすがって歩き出すしかないんだ。4年前、あの忌まわしいダスカーの地で俺もお前と同じ思いを味わった。誰よりも強かった父は俺の眼前で首を落とされて死んだ。誰よりも優しかった母は俺を残して炎の中に消えた。大事な仲間もかけがえのない友も俺は誰一人として救えなかった。死者の無念を晴らす、それがあの日ただ一人生き残った俺のなすべきことだ。その意志が再び立ち上がり歩き出す力を俺に与えてくれた。ジェラルト殿が亡くなった今、先生がなすべきことは何だ。先生の中ではもう心は決まっているんじゃないのか。一つだけ先生に伝えておく。先ほどセテス殿が騎士団を招集し大規模な捜索を始めるとおっしゃっていた。すぐにとはいかないだろうが、近いうち敵の足取りもつかめるだろう。誰が何と言おうと俺は先生に付き合うつもりだ。最後までな。さて、あやつの言うように心が決まっておるのかの。ここに来れば日記はいつでも読める。残りは後で読むがよかろう。じゃが、そうか、わしには一つ分かったことがある。わしがお主と共にあるのはおそらくは。待っていましたよ。誇り高き騎士を失ったこと、私も哀戚の念に耐えません。私にとってジェラルトは長年の同志であり友でもありました。彼はガルグマクで一人の修道女に出会い、やがて二人は愛を育みました。
しかし彼らの子が生まれるのと引き換えに修道女は命を落としてしまったのです。彼女は我が子と自分の命を天秤にかけ子供の命を救うように私に託しました。彼はその事実を受け入れられず、赤子をあなたを連れて突然出て行ったのです。それはあなたの母親は私の。お話し中のところ失礼いたします。レア様、急ぎお耳に入れたきことが。周辺を張っていた騎士団からの報告になります。今日はもう下がりなさい。今は体を休め心を静めることのみに専念するのです。いいですね。